けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、これからお店を開けます。はい、1月1日の店内です。最近流行りの防犯っていうか、あの盗難はないですね。はい、ガラスは全部生きてると思います。はい、ということで無事に今年度も始められそうです。はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあなんかあの今年の抱負かなんか語ってもらってもいいですか。今年の抱負ですか。はい、そうですね、まあバイト入って、はい、半年ぐらいですか、去年入って、はい、まあ今年も継続させてもらえそうなので、またいろいろ仕事を覚えていこうかなと思います。はい、ちなみにじゃあ大会に向けての抱負を教えてください。大会ですか。まあ1回は優勝します。はい、はい、大会は優勝したんだっけ。大気去年やってます。そうだよね、波動取ってます。はい、ちょっとそろそろ山切りムカつくんでね。はい、頑張りましょう。取りたいと思います。頑張ってください。はい、はい、すいません聞いてなかったんで、今年の抱負お願いします。今年の抱負ですか。はい、 GS ベスト4、ベスト4入ることです。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。まず大会に出たいですね。出たいっすね。そもそもね、抽選落ちは嫌でした。ありがとうございます。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。今年の CS での抱負を教えてください。1回は優勝したいです。煽ってんだこっちね。いや、煽ってる。優勝したのにね。煽ってますね。はい、ちなみにあの、はい、夏場の、お化けに対しての抱負をお願いします。頑張って克服はしたいんですけど、まあそんな強気には出ないで関わらない。あ、でもちょっと頑張ろうという意思が伺えたんで、我々も頑張って連れ出しましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今年お願いします。今年の抱負は、今年の抱負ですか。クソコンボを使ったクソデッキをいっぱい作りたいです。はい、帰れ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、明けましておめでとうございます。はい、お願いします。お願いします。じゃあ CS の抱負をお聞かせください。自分今3連続2位なんで、はい、もうそろそろ1位取りたいです。なるほど、頑張ってください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今年、あ、てかあれじゃん、1月にあれじゃん、大会あんじゃん。ん？デジモン。はいはい。はい、今年の抱負は、全国行きましょう。行きましょう。この店でチーム組んでるんで。あ、そうなの？はい。あの、あれでしょ？あたと、デジモン3兄弟で。あたと、はい、あと、そんな強くない人でしょ？はい。うん、なるほどね。頑張ってください。はい。はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、今年の抱負は、今年の抱負、めっちゃ太ったね。あ、痩せた。これだよ僕。CS 優勝したい。それだけかな。あとは別にどうでもいい。はい、以上です。眠いです。めっちゃ眠いです。今日誰がいいんですか。早くもうやめて、やだ。開けましておめでとう。眩しい。眩しいよ。ございます。ありがとうございます。ちょっと斜めで失礼しますね。すげえ眩しいんだここ。はい。はい。どうも。はい。あの新年の抱負を教えてください。ちょっと20代最後の年になるんで。あ、そうなんですか。29になります。今年の夏でね。あ、今年で29になる。今年が29の年になるので。じゃあ来年30ですか。やめてください。それ以上は言っちゃダメだ。なるほど。来年30だそうです。なんで。楽しみたいです。はい、頑張ってください。はい、あ、ちなみにあの大会に向けての抱負は、大会？あの今年あのちょうど今月デジモンの大きな大会があると思います。デジモンあるんで、はい、まあちょっと両脇がね、優勝経験ある2人なんで足引っ張らないようにしたいと思います。最近あの舐められてますからね。あと一歩が届かないんですよね。はい。まあちょっとここでなんとかいい結果もね報告できればいいかなと思ってます。はい、頑張ってください。頑張ります。はい、ここは1月1日ブックアイランドジュニアイルマ店デュエルスペースです。はい、あれ、こんなところにゴミが。あれ、何ですかこれ。これは流派爆炎のあれですね、ゴミですね。そうですね、外装ですね。はい、今日1個しか売ってないよね。そうですね、なんか1個売れましたね。誰買いましたっけ。誰買いましたっけね。誰買いましたっけね。はい。はい、なんかちょっと、うん、なんですけど。これ実はね、大輝っていう人なんですね。覚悟しとけよ、この野郎。覚悟しとけよ。
はい、以上です。あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。はい、23年の抱負を一言で。そうですね。うん。健康第一。健康第一。あ、いいですね。はい、FK 君、健康で。はい。そして、7の、ごめん、10秒もらいましょう。はい、あ、はい、けましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。はい、一言抱負を。抱負は、そうですね。まあ、どうなんだろう。特にないです、ね。なんだよ、ないのかよ、ないの。わかりました。ナナル君、何にもないでした。はい、ありがとうございます。はい、ガナス君。はい、じゃあ23年の抱負、一言。闇上がり、健康に過ごします。闇上がりです。はい。じゃあ最後締めてマッチ。はい。はい。あけましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、今年の抱負。うん。まあでも俺も本当にそう思いますけどね。あの一昨年ぐらいでなんかどっかでなんかめちゃくちゃ風邪ひいて1週間ぐらい寝込んで、うん、あ、なんかあったね。上がらなかったみたいなのがあったんで。まあ去年は何もなかったんですよ、本当に体調崩すとか、うんうんうん、元気だったのね。今年もあの健康に。わかりました。しいと思います。はい、ありがとうございます。よっしゃ、あけましておめでとうございます。じゃあ23年の抱負、なんか何人か同じようなこと言ってましたけど、僕も健康第一だよ、やっぱり。人間ドックとか実はね何年か行ってないんだけど、そういうとこに行ったり、結構まめに、自分の体をメンテナンスしたいと思います。やっぱ元気がなければ何もできないからね。うん。それであとはね、本当にお店含めて、お店のお客さんたち、みんなが何事もなくね、普通に生きていければいいかなと思ってます。はい。じゃあ今年も皆さん、よろしくお願いします。お店で会えることを楽しみにしてます。では。